はい、おはようございます。ネバーランド村上です。ですね、今日はですね、手洗い場なんですが、これがですね、ここの水道を流すと排水ですね、排水が漏れてきます。こんなんちょっと漏れてきちゃうんで、この排水を全体的に、これね、こっち側もね、配管を太めにして穴が開いちゃってるからね、これを、きれいにしたいと思います。それでは配管ともろもろ材料を買ってきます。それでは行ってみよう。これで取ると、あ、運転できねえやな。これだと、ギア変えられないじゃないですか。そらあかんね。やっぱ車内に固定するしかないのか。了解でーす。はい、というわけでですね、塩ビ缶もろもろを買ってまいりました。そしてですね、今日ちょっと暑いですからね、マックシェイク、はい、おいで買ったのがこちら、バニラ、ストロベリー、チョコレート、期間限定でラムネ味がございます。バニラで、はい、給水コーナーを使いますか。 S と M サイズがございます。あ、じゃあ M で、はい、M のバニラ1つ、はい、ここにご注文ございます。あ、大丈夫です。切り手しました。お客様、お飲み物にストローをお通しいたしますか。あ、お願いします。かしこまりました。お客様の会計200円です。こちらの会計は大盛りで毎日お願いします。はい、ありがとうございます。お客様、こんにちは。会計200円です。ポイントカードがよろしいですか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。あ、もらいます。はい、はい、もう。はい。はい、それではですね、塩ビ缶と、チーズ、はい、こういうのですね、こういうのとエルボー、はい、買ってまいりました。それではですね、それでは作業開始。はい、新たな事実が発覚しました。これ女子トイレの方も水道があるんですけど、これですね、ここをで水を出すと、この下に伝ってって、ですね、こっち側のこれ、ここが、こっから壁からもう出てきちゃった。壁から排水管でこう伝ってこっちに流れるはず。こっちに流れるはずが、こっち側から下の段のこっちのこの流しの排水の方から溢れ出るという事態。こっち側がどうやら詰まってるっぽいので、どうしようかな。とりあえずやります。はい、というわけでですね、配管が完了しました。イエーイ。ということで、ここから流れる水が下の蛇腹管を通ってこう流れるわけですね。で、ここに流れてますね。はい、
これで配管完了です。あとはこっち側に流しを戻して終了ですね。女子トイレの方もですね、こっちで流すと、こっちから流れてきますね。流れてますね。はい、そしてこう排水されていくわけですね。はい、完了です。あれ、ちょっと待って、これえー、新たな問題が発生しております。なんだろう、どうしようかな。ちょっと考えます。とりあえず流しを戻しますね。というわけで女子トイレの配管を外してみたいと思います。はい、というわけでございまして、女子トイレの流しの漏れは、ですね、ここが見えるかな。これがちょっと緩んでるだけです。ここを閉めるだけで漏れなくなりました。はい、無事完了です。こちら流しも含めまして、なかなか安心して使えるようになったんじゃないでしょうか。というわけで今回の動画はこれで終了です。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。